人が結城の真似してやったらどっちが綺麗になるかっていう。なるほどね。なるほどね。でもさ、ちょっとさ、タツはさ、ヒゲとかは剃りたくないから。あ、それはいい。だからじゃあ私がオープニングで言うから、うん、はい。あ、座れ。もう回ってるこれ。はい、セカストのサブちゃん。イエーイ。何回サブちゃんだろうみたいな。あの、本日はですね、結城が酔っ払って酔っ払ってメイクをした動画の後なんですけど、なんで酔っ払ってます。で、達也も多分多少は酔っ払ってる。てか頭痛い。はい。で、指原も、指原はそんな飲んでないで、あの、ただの、うん、あの、アホです。ただのなんですけど、私が普段メイクを酔っ払ってやってるのを二人とも見てたので、二人にさっきのやつをちゃんと見てるのかの確認も含めて、同じようにメイクをね、僕は一切口出しせずにさっきと同じメイクをしてください。口出ししないの。しない。だから覚えたでしょ、私さっきの。覚えた覚えた。だからどんだけ見てくれてるかのテストもあるから。オッケー。なんで二人にさっき僕が言った通りにメイクをしてもらってどうなるかっていうのを検証していきたい。ああ、なるほどね。面白くない？ その方が今途端に思いついた。途端に出た。オッケーオッケー。ゆうきさんちは汚いんかな。やっぱゴミがつくって。ふざけない。ちょっとあんまついてないよ。ねえ、私だけ。お前の画面が汚いんだよね。ね、誰後ろのここ撮ったの。今さ、重くそさえ横にめっちゃ首打ちつけたんだけど。私ほんと何も言わないから。オッケーオッケー、うん、え、でもこれ指原のことも見ない方がいいもんね。そうだね。ゆきさんこうやってやるだけで、もう、うわ。これでも酔っ払ってる時だけで。私なんか乾水まで喋んないから、ちょっと自分らでこうなんか動画になるように喋ってよ。ちゃんと。またよ。でもゆきさんさ、ミシャのクッションファンでさ、3種類持ってんだよね。あ、違う。これベースのやつで。使うものだけど。ファンでしたよ。本当だ。これはあのメイクが、あの最後フィニッシングってメイクが落ちにくくするようなやつ。これクッションベースコントロールカラーだ。このちょっとブルーはちょっと借りようかな。見て、グリーンってないよね、ここの家。ゆうきさんと違うこと急にもう始めてるから。ちょっとこれ使っていいの？これ使っていい？これは普通のファンデ。うん、うん、ファンデじゃないの、だって。そうだ。あ、言わないよ。ついてるこれ。あ、ついてる、ちゃんとギュッと押さないと。あ、ついてるついてる。なくなりかけだから新しいのがある。在庫、在庫管理もしてる。在庫笑う。はい。おぉ、これ23番だわ。プロカバーの方だ。ちょっと色が違う。なんかそのマイクないの。ちょっとつけすぎたかな。ヒリヒリする。ちょっと頭、お前髪引っ張んなよ。二人して二人して鏡取り合って。あ、これブラシ間違うのだるいな。これコンシーラーのでいい、このブラシは。そう、先にコンシーラーだったよ。そうだよ、ほら。大丈夫大丈夫、ここは巻き返すから。はい。こっち明るい方、暗い方。どっちをどっちか、私も分かってない。暗い方だ。あ、でもそういうのも全部ちょっと、あの、だからそういうのも全部言わないでおくわ。間違ったねとかもね。うん。いいよいいよ。何も言われんのよ。転がっちゃうから。何も言われんのよ。よろしく。当たり前よ。でも結局ね、最後綺麗になればいいんだから。結果もちろん早く帰りたいから。もう早いよ、うちら。うちら帰りたいから。早い早いね、ペースが。吉原さん、でも3日坊主だったよね。みんな帰ったらエピソード。私、顔白くない？白い。おい、引っ張んなよ。今日みんなエピ集合なの知ってる？うん。それ待ちなんだけど。え？だってもうさっきやったでしょ。ゆきさんのシェーディングどれに使ってんだろう。順番はさ、あれかもね。順番は何でもいいかもね。とりあえずもうアイメイクいっちゃう形よ。え、マジ？これさ、でもさ、ゆうきさん見てくれないとさ。うん、確かに。合ってる合ってないが。あるじゃんね。うん。じゃあ見よっか。これ一回でめっちゃ撮るじゃん。グリグリグリって撮るよ、アイシャドウ。誰が？あ、ハンター。私？まあ、私こっち側にしようかしら。こっち側にしよう。もう虫やん。もう無視やん。同じメイクすんじゃないの。それもう自己流やん。綺麗なアイシャドウ使って雰囲気寄せるけん、ゆうきさんに言ってたことだけちゃんと守るけん。それは何気に仲いい、あの DJ コウキからもらったタンプレで。おー、センスあるコウキくん。私と達也早いね、ほんと。
あの達也はねすごいね明白に再現できてる今のところ。ねほぼ見えないのに。あでも違う飛ばしたね。一個飛ばしちゃったよね。一個飛ばしたね。これでしょ。恋の先行ったね。これでしょ。そうそう、でもあんまさいっかと思って。もうやる気ないよ。何を使っていいのかが分かんないんだけど。分かる。ブラシってむずいよね。パウダーやってなかったわ。あ、それよれちゃうよ。達也もやってない。ちなみに最後にこれいいよ。そうだよね。中顔面の人はここをちょっと濃い青が目に引いてくださいねって言ったね。どうどう、見てほしい。あ、鏡に顔映してほしい。鏡に映った。あ、いいね、いいよ。グラマー、グラマー。てか、ちゃんとグラデーションしてるんですよ、うん、グラマーよ、いい感じ。グラマーよ。なんかね、さっき言ってたんだよね。あと囲まなきゃいけなかったの、本当に。あー、あーいいね、思い出したね。あえて言わんかったね、それ。私、このペペン大好きだ。涙袋ね、ガッツリ言っちゃって。うん、ノーズシャドウがやっぱね。達也に関してはもう肌の色が違う。あれ、ゆうきさん、このクリオのこれ何に使ってたっけ。ハイライトだ、追加の。完全に忘れてた。先にノーズシャドウを引かせていただきましょう。私なんかも順番はまた違うくしてるからね。うんうん、そう、ね、ただ先にアイメイクしてるだけだから。このブラシ描きやすいな、相性。それが涙袋作るっておもろいよな。確かに。こっち濃かった。今日ぼかせる。何でもぼかせば、ゆうきさん許してくれるから。これでいけるの、ハイライト。それダメです。これハイライト。ああ。どうね。いいよ。目ん玉の中にパウダー入ってなんぼだからさ。じゃあシェーディング行こうかな。あ、行く。あ、これこれ、どうぞどうぞ。シェーディングってこれで合ってる。え、違うけど。どれいいの。これだね。ちゃんと分けてんだ、ブラシ。もちろん。これ何、リップ。それはリップ。この家チープねんだな、普通の。あ、チーク、でもお前さ、お前全く真似する気ないやん。チーク、ちなみにそこのあれに入ってるよ。チークの2段目かな。お、ほんとだ。とか、ゆうきさんチークすることあったんや、これで。うん、ちょっと男の前でこれ。え、あの、ほろ酔いメイクみたいな。そうそう、ほろ酔い。もうやばっちゃった。言わねえよ、バーカ。あのさ、TCB のメイクした時にさ、達也が一回赤み消してほしいって言ってさ、一回ここだけとんでもなく青くなった時見た。あれ映像で見て結構笑った。でもそっからゆうきさんよくあそこまで戻したなと思って。一回青くしないとさ、反対色をしないといけない、そこ入れないんだけど。どうしても入れたくなっちゃう。まあ確かにあんた別に長顔じゃないからね。あ、ちょっとミスったな。ちょっとミスったな。シャドウとかこの人入れてた。入れてたよ。嬉しいね。普段メイクしない人がメイクしてるな。白化けやん、達也。なんか、え、グラマーよね。私またなんかあの人やらせようとしてる。なんかね、急に言うけど、パンセンスってこれとか着てから登場してるし。なんでそんなドレス持ってるんだ。完成よ。やっぱオカマの家にはね、1着ぐらいドレスないとね。まあね、あと2着持ってるからね。できた。まあ、ゆうきさんのほぼ無視したけど。あ、綺麗だったらいいよ。うん、眉毛は描いてない。眉毛だけ、まあ、リスにドブドブ描いたのも無理だ。パウダーの方がやっぱ眉毛って描きやすい。リップ確認するときだけなんか女っぽい顔すんのやめろよ。ちょっとオーバーリップとかしちゃった。中のベロいらんやろ今の。
当に。いちいちベロ横にやらんでいいや。おい、ゲップすごいな、お前。すいません。この一瞬でも前髪が。でもさ、でも考えたらこんだけ飲んでるって思ったら、まあまあ飲んでるよな。うん。なんかちょっとハゲた人みたいじゃない、前髪が浮いて。なんかちょっと、なんかちょっとハゲた人みたいじゃない。私、ライン引いてない。あ、それまずいよ。もうそれダメだよ。ダメだ。マイブームだからね、最近。マイブーム。あとで、ライン引いてから、全部トータルで言うから。分かんないけど、私のメイク姿をさ、見てる人もそういう感情なのかな。すっごい達也がするとめっちゃオカマなんだけど。なんかさ、ほぼ達也間違ってなくて、唇テッカテカ。すごい。なんか、多分ね、工程間違ってないのほぼ一緒なのに。顔のパーツやろね。すごいオカマ。もうぬ、すごいね。顔がやっぱもうオスやけんさ、ちゃんと飲むやん。久々のお酒やもんな、美味しいよな。すごいオカマじゃない。うん、でもいや、やっぱ跳ね上げやね。歌舞伎役者みたいな。終わった？はい、終わりました。じゃあちょっと一回三人並んでみましょうね。あ、でもすごい、オカマチャンネルっぽい。あ、フィニッシュパウダーしてない。あ、確かに。大丈夫、よれちゃう。危ない危ない、よれちゃうから。あれないの、あのギュテクの時にやったらなんかスーパースプレー、あれやると一気になんか、あ、メイク落としスプレーを、メイクをあの落ちにくくするスプレーはあるよ。でもあれももう言うたら保湿のやつだから、化粧水みたいなやつか。いや、私も私も、できました。ポージングから下手。何あ、じゃあ見せてください。なんか急に粉っぽくなったよ。最後のパウダーがなんかもう強い。何が強い。あのドラクエで言ったらあのサタン系だよね。クビルなんちゃらみたいな。強い、ラスボス感すごい。なんかやっぱり白いかなんか前髪だけ90年代だよ。あ、ちなみにじゃあ達也評価からお願いしてもいい？くっさ、待ってくっさ。さっき達也にも言われたよ。達也評価から、うん、でも多分工程は間違ってなくて、うん、ちょっとなんかちょっと明るいとこ行ってほしい。ああ、でも工程自体はそんなに間違ってないですね。なんかちゃんとこっからここは目尻、うん、こっからここは眉頭とか、うん、でも綺麗けど、やっぱりあなたの顔に乗せるとすごいなんか強い感が出る。あ、そう、うん、でも工程ほぼ一緒だから。あ、じゃあ例えばちゃんと見てたってことだね、うん、見てた見てた、うん、あ、ありがとうございます。見てます、素晴らしいと思います。確かにちょっとシャドウ使ってたからね、別のを使ったからちょっと別の使ったんですけど、目つぶってください。ちゃんと目頭のハイライトと 目尻真ん中から目尻にかけて、グラデーションがでもちょっと薄いね。ああ、薄いんだ。メリハリがしっかりできてないっていうか。私だけ評価厳しくない。かごったっていうか、かごった、かごったちょっとね。グラデーション下手くそじゃない。うん、なんだよ、シャドウが悪い、ノリが悪かった。このシャドウの、そうそう、我ながらグラデーション綺麗だったもんね。DJ コーキ、コーキくんごめん。いや、すごい良かったよ。意外とグラデーション立つと綺麗じゃない。自己評価って高めだよ、うん、いいと思います。ただなんかどうしても強い感が出ちゃう。達也メイクするともう常に目が流し目になるよね。なんかだからなんかシンデレラのお母さんで、あのママ、シンデレラの娘、ブスじゃん。あいつだ。あのお姉ちゃんの、うんうんうん、そう、ボスとただのいじめっ子、いじめっ子、シンデレラ、はにゃ